サドンレスとは何か知っていますか？すぐにこれは私たち一人一人、私たちの子供たち、そして愛する人たちに影響を与えるかもしれません。これは瞬時に発生します。わずか30秒で街全体が瓦礫の下に置かれます。人々は寝ます。そして朝に彼らは単にそこにいません。わずか30分で家全体が水で満たされます。人々は自分の持っているものに飛び出し、誰かが窓を壊して浸水した家に閉じ込められた人々を救います。地滑りはその経路にあるすべてのものを即座に破壊します。警告は自然災害の数分前に発生し、その間は逃げることができません。私たちの誰もがのようなイベントの発展の準備ができていません。公式データだけによると、過去50年間で自然災害の数は5倍に増加しました。毎日、気候は2億200万ドルの被害と数百人の死を引き起こしています。私たちの誰もが死者の中にいたいとは思わない。私たちは世界中の専門家に連絡を取り、私たちの社会が自然災害に備えているかどうかを調べました。気候の状況は家事の振る舞いを大きく変えました。気候変動により火災は対流性の嵐と煙の噴煙を形成し、非常に高くて巨大になり、消防隊全体にとってすでにはるかに攻撃的で危険な煙の噴煙の竜巻を引き起こすため、火災はより破壊的になります。これらの火災ははるかに優れたロジスティクスとより多くのリソースを必要とし、毎日これらの未知の現象によってテストされています。しかしこれが気候変動によって引き起こされていることを私たちは知っています。私は解決策が何であるか分かりません。私はそれを持っていません。しかし私が知っているのは問題があるということです。これは世界中のあらゆる自然災害に当てはまります。このような激変は自然現象に関わることですから、常に私たちの能力を超えているのですね。そしてそうなるのです。津波や干ばつを防ぐのに十分な資金があるわけではありません。安全性を確保するための対策は可能です。例えばどこに人を避難させるか、どのエリアが安全なのか、どのように整理すればいいのか。私たちはすべて標的であり、すべての犠牲者です。これが今日の現実です。いや、金持ちだから影響ないとは言えません。台風はその進路を選択せず、大きな家や百万長者の家を迂回しません。起こりうる結果の強さを理解するために、自然災害を調査する必要があります。私たちはみんな気候に左右されます。しかし私たちは本当に敵を目で見て、彼の武器と衝撃の力で知っていますか？私たちが実際の対立ではなく、人為的 CO2 の 0.0004% が全ての大変動の原因であるという仮説に基づいてお金を費やしている場合、気候戦争をどのように乗り切るのでしょうか？ CO2 排出量の削減により、大変動は確実に止まります。しかし、自然災害、破壊、気候難民はもっと多いだけです。考えてみてください。過去11年間で、いわゆる気候との戦いに5兆ドル以上がすでに費やされています。そして、意味がありません。すでに多くの自然災害があり、救助者の英雄だけでは十分ではありません。救助者は英雄です。そして彼らは分たちの命を危険にさらします。しかし彼らが持っているツールは自然災害の力に対処するのに十分ではありません。
私たちは兄にでも注意を払いますが、避けられない大変動に備えることはしません。家が倒壊したらどうするか知っていますか？あなたもあなたが救われることを確信できますか？実際、今日、国の半分は危険な現象に対する早期警報システムさえ持っていません。そして、予測システムはその失敗を証明しました。消費社会では、断片化と官僚的な手続きでは、何百万人もの命を効果的に救うことはできません。信頼できる情報を広めることが最も重要です。人々が情報を得るとすぐに行動を開始するので、それは常に情報システムに関するものです。事前に情報提供や警報システムなどに投資したことで、最近増加している多くの災害や大規模災害での死傷者数を大幅に減らすことができました。避難所それはとてもとても役に立ちます。そして彼らがそれを持っていなかったところはどこでも人間の命が単に失われたので大きな問題がありました。そしてそれはオプションではありません。ですから私は死と破壊の規模に非常に驚いていました。私の観点からはこの出来事が来ることを予測できるように見えたからです。したがってこれらの警告の通信チェーンで問題が発生しています。そしてこれはたとえ割り当てられたとしても役人や使い手によってお金が盗まれるという消費者形式の結果です。これが私たちのお金、納税者のお金です。それは私たちのポケットから取られていますが、なぜ私たちの命を救う人々に届かないのですか？なぜあなたの人生とあなたの子供たちの人生は少数の決定に依存する必要がありますか？非人道的です。私たちが歴史上最大の悲劇の一つを経験している間、私たちの大統領は休暇を取ることを決心し、国の南への旅行に行きました。彼は実際的な助けを提供しなかった。全く助けにはなりません。政府だけに頼るなら、その時は政府も忙しいでしょう。支援の必要性は十分に評価されなければならず、それを評価するために現場に迅速に到着できる人がいなければなりません。一方、評価が正しくない場合は、提供されるヘルプが多すぎるか少なすぎるかのどちらかです。警告システムを改善し、迅速な反動部隊を配置し、地元の捜索救助チームを配置することによってのみ作業が可能です。すでに、緊急事態で人々を救うのを助けることができる効果的な技術があります。例えば、気象条件に関係なく使用できるレスキュードローン。多数のセンサーのおかげで、生存者を非常に迅速に見つけることができます。オートパイロットを搭載した車両は、洪水時に水中の破片を検出し、人々が自ら出るのを助け、物資を届けることができます。スネークロボットとクローラーロボットはガス漏れを検出でき、マイクとスピーカーが内蔵されているため、手の届きにくい場所にいる生存者とのコミュニケーションに役立ちます。NASA と共同で開発されたファインダーテクノロジーは、9メートルのコンクリートでも、呼吸と心拍を1分で検出でき、一度に最大5人を見つけるのに役立ちます。ボスホート多目的複合コンプレックスは、次のことができるため、緊急事態管理の分野で同等のものがない独自の開発です。必要な救助者と設備の数を計算する。救助活動、被害者支援及び復旧作業に必要な資金の額を決定する。この複合施設には非常に重要な機能があります。予算から盗んだり、人間の逆境から利益を得たりすることはできません。人々を救う技術は、消費者の形式では優先事項ではないため、どこにでも実装されているわけではありません。外交の議定書外交と政治の慣習、および共同ロジスティクスの欠如により、
今日の世界では緊急サービス間の効果的な相互作用がない状態になっています。気候や社会経済システムの変化に耐え、より弾力性のあるシステムに基づいて社会を構築する必要があります。信頼に基づく協力と、単に成長している予算資金をさまざまな国に分配するシステムが必要です。そしてそれは機能し、命を救い、そして生計を維持します。その意味で機会の余地を確保し、多様性を考慮し、同時にグローバルレベルでのシナジーを活用する逃避と組織であるグローバルレスキューサービスを確立するという考えを第二支持します。それはまさにその価値です。緊急対応のための単一のグローバルレスキューサービスが必要です。これにより専門家の有能な調整と必要な機器の迅速な展開が可能になり、数十億人の命が救われます。あなたを含む。これはすべてクリエイティブな社会の形式でのみ可能です。現在その構築における重要なステップは通知の段階です。今すぐに知らせないと時間がなくなります。そして明日は知らせる人もあなたを助ける人もいないでしょう。あなたとあなたの家族が明日生き残ることができるように、この情報を今すぐ全ての人に届けることが重要です。それで私たちは捜索などを始めました。そして最下階でさえ、あなたが知っているように小さな穴からの犠牲者が2-3人います。彼らはあなたが知っているように泣いていて、彼らは彼らの携帯電話から光信号を送っています。そしてそれはあなたが知っている、彼らがそれを求めているので、私たちが何かをしていないことは私たちにとって非常に恥ずかしいことです。ただ引き抜いてください。しかし巨大な破片があり、5、6階が崩壊していたため、それらを引き出すのは非常に困難です。2013年の台風ヨランダの4日後に到着したので、台風ヨランダの最中、あちこちで死体を見るのは人生で初めてです。そして政府はすぐには対応しなかった。いくつかの死体はすでに分解していた。これは私が今までに経験した中で最悪の状況です。そして政府はすぐにそれに出席することができませんでした。一部はすでに分解されていました。そしてそれは私がいた全ての状況の中で私にとって最悪です。まるで本当に私の心に痛みが入りました。そしてあなたが知っているように、死体の匂いはあなたが行くところどこにでもあります。また台風で亡くならなかった方もいらっしゃいました。誰かが食べ物を盗んだために亡くなった人もいます。誰かが水を盗んだために亡くなった人もいます。非常に非常にあなたが知っている、私たちができない何かのように、私たちが常に見ること、二度と起こらないことを願っています。消費者向けの形式では誰も誰も必要としません。誰もあなたの人生を気にしません。そして私たちが団結することが不可欠であるとき、私たちは分裂しています。考えてみてください。公式の数字だけによると、紛争と暴力は社会に年間14兆ドル以上の損害を与えています。私たちは最新の兵器の開発に莫大な金額を費やしていますが、人間の命、私たちの命を救うことには費やしていません。それは狂気ではありませんか。メディアを通じてこれは正常だと言って洗脳されています。しかしそれは大丈夫ですか。私たちは頭がおかしくて考えたり分析したりすることができませんか。これは文明社会でどうなるのでしょうか。
私たちの命を奪うために莫大なお金が冷やされますが、彼らは命を救うためにお金を節約しますか？私たちは全てが逆さまになっているクレイジーな世界に住んでいます。自分で決める消費者の形で死ぬか、クリエイティブな社会に住むか、選択はあなた次第です。